いざ出陣、衝動行け。いざ出陣、衝動行け。こんちゃん、ついに炎獅子の大将軍が、7コストから8コストになって、さらにスタッツが、45から44になるっていう、まあ、大幅なナーフを受けたわけなんやけども、まあ、能力自体は変わってないと。で、まあ、ちょっとロイヤルを今から回していくんやけども、ぶっちゃけ、炎将軍がナーフされたことによって一部の界隈によればナーフ前よりも強くなってるっていう意見がある。要はナーフ後のが強くなってる。これわかるから意味、ちょっと難しい表現やけども、要は7コストの炎将軍よりも8コストの炎将軍の方が強くなってる。でその根拠は何なのかっていうと、ロイヤルがもうみんな弱いと思ってるから、ロイヤル使わへん人が増えてくると。だからビショップとか、なんかよくわからんデッキをみんな回してくるんやけども、依然としてロイヤルが強いわけであるから、炎将軍のロイヤル使ってれば結局そもそものその勝率の数字っていうのは、まあ前のそのナーフ前よりも上がるっていう、まあ魂胆なわけですよ。ただ一つ私からまあ言えることがあるとするならば、炎将軍が8コストになったことによってアイテールからの確定サーチが、レイサムを引きたいっていうのがあったんやけども、炎将軍を引いてしまうことが出てくる。2分の1の確率で炎将軍を引く可能性が出てきたっていうところが、ちょっと弱くなったのかなっていう、まあそこぐらいかな。基本的にはもう直接召喚で出すカードなんで、まあ突進で殴れたら盤面強化で殴っていける。別にそんな弱体化受けてないかなっていうのが、まあ一ね、プロのロイヤル選手プレイヤー、サッカーボール選手、日本代表、オリンピック出場権をまあ手にしてる、まあ一般成人男性からの意見かな。勝ちました。ウィッチに当たっていく。まあ環境変わったらマナリアウィッチが流行るとか言われてたからな。で、炎将軍が、まあ、コストも上がって、さらにスタッツが下がるっていう、まあ、世にも奇妙な、ナーフ、まあ、結構大幅なナーフの影響を受けた。4、4か4、5って全然違うと思ってて、まあ、マナリアのアンとかがな、普通だったら4、5で取れたのが、4、4、4、4だと相打ちになったりするから、まあ、それはもうオタマジャクシが流れる感じやからな。だからウィッチ相手に1000個こわー、難しいなー。だから炎将軍のその性能自体は変わってないよな。要は15枚以上墓地に行ったらっていう効果の弱体化、その能力自体の変化は受けてないから、まあスタッツとコストだけやから、まあ基本的には直接召喚に出していくキャラやから、まあスタッツが下がったっていうのはちょっと小賢しいけども、悪いがこいつがガギオなんでね、終わりだな。あー、で次のターンリオード出してって感じになるかな。あ、3コス。やっ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 、小賢しいね。うわ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 。あー、さあ3コス。まあウィッチでマジックミサイル撃ったってことはワンチャン開幕。んー、でもな、アンってかそのミラーがナーフ食らったから、ワンチャンそのマナリアウィッチが弱体化はしないな。うん、しないですね。はい、マナリアウィッチが弱体化することはあれ、あのマナリアの要素が一個もないなってさっきから。初心者か。あ、これ開略っぽいな、わからんけども、開略やったらもうダンブルドアのヒゲで踏み潰せるの、こんな。あ、偽りを切り裂く。しかもこれリオードが残ってんのも、なんかあからさまに強い剣について。ああ、いやもう開闢とかもう絶対負けないから、ロイヤルは。うん、ていうか炎将軍ナーフされたけど直接召喚で出すんやったら、あ、でもマナリアか。あんまり気にする必要性はないのかなと思うけど、小賢しいな。まあスタッツがな、上がらないのがこのカードの弱みやな。サンダちゃん、まあここはリオード進化をブワチコリと使って、偽りを切り裂くんだ、俺と共に一緒に遊ぼうぜ。で、まあしか取る、これも結構いい感じ挟んで、ドラゴンナイツでも行こうかな。ここは
バーシュアル、ランスロット、いいね、分かってたこれ。バーストと君に任せたポン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 、カビゴンゲットだぜみたいな感じになってるぞこれ。もう勝ち目ないやろ相手これ。あと4点しかないぞ。1体でも残れば次のターン進化で、いやこれ4面除去はさすがのウィッチでも厳しいんじゃないか。な、小賢しいことしてくんな。で進化です、小賢しいな。でも11が残ると、ただアサシンにかぶせたいからな指揮官は。まあ3号処理って感じか。まあ3奪邪剣でまあ強化しつつって感じかな。セリアをいいね。勝ちました、はい、勝ちました、はい、終わりだな。ここに必勝誓いましょうか。いやちょー、いやまあまあロイヤルらしい勝ち方、しかもタージ戻すっても失踪で、まあちょっとマナリアウィッチだったけど、ちょっとなんかマナリア系のカードがあんま出てこんかったな。さあ対戦相手はハイウィッチに当たっていく、源の義経に当たっていく。いやもうなんかウィッチバースになりそうやな。さあ炎症、あー岩子しかねえ。8コス44はやばいな。ただここはまあこんな感じでいくか。ハララーハララーハララー。三奪の邪剣に関してはまあグレアがたまに3タメ出してくるから、それを取る感じにはなんのかな。でも4タメ前ってここはグレア3タメ出したら、こっちは白黒の白を出すことにはなりそうな気はするが、開いているは大きいぞ。君の扉は開いているかい。さあマナリアウィッチ VS ロイヤル、どっちもまあ弱体が受けたリーダーやけども、弱体受けたにもかかわらずお互いがこうして交わり合っていく。小賢しいだ。いやーオーレストナイトはいいぞシャキー。なんかロイヤルの2コストのカードはもうなんかオーレストナイト引きたい感あるもんな。絶対出しておきたいカードトップ10みたいな感じになってもんな。もうタカ&トシのタカのケツ、あ、さあ2コス。へへへへへへ。アイテールはな、もうなんかうまいかった、うまいこと使いたいな。ただこれアイテールがその演じしを引いてしまう可能性が出てくるっていうところが、うわぁちゅうやったー。まあ1点は確定だったやて、戦場カメラマン呼ぶか。うん、それでええわ。でレイピアマスターと戦場カメラマンで全部 OK やし、とりあえず墓地に送る。やっぱ演じ師は、まあ、直接召喚で出していくっていうところでやっていきたいカードやからな。カーザカシーダー、いやーカーザカシーダー、うわーうわー。セリア、セリアやったらまあイメラは出せへんから、ちょっとレイサム広げるかこうやって。いやこれでも十分強い、うん、むしろこっちの方が強いぐらいやなイメラ。まあ、まあ、フォロワー出したイメラでも全然良かったけども、まあそれに劣らぬ強さやなこれは。まあでも4ターン目の動きがちょっと、まあセリア進化にしようかな。であればクラスはクラシンね。いやラッパマン出していく、竜の力を解き放つんだ。で竜の力でまあ23と3に守護、まあ取る感じか。まあマナリアはな別にこの程度で終わるようなデッキじゃないと思ってて、まあこっからどん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 巻き返していく。まあ今こっちがね優位性を取ってるから、まあいい感じにはなってるんやけども、ここにすでに優位、いやこれは5面展開して戦っていける。てか演技師1枚ナーフでロイヤルの強さってそこまで弱体化すんのかな。普通に演技師出さなくても勝てる試合っての結構多いし、これは果たしてロイヤルもマナリアもナーフの影響を受けてるのか、むしろナーフ前よりも強くなってる。これ格言なんやけども、ナーフ前よりも強くなってないこれ。しかも除去してくれればしてくれるほど次のターン戦場カメラマンで伸ばせるから、取ってくれたら取ってくれるだけありがたいんやけどな。いやー進化こざかしいなー、こざかしいなー。取ってくれれば取ってくれるほどありがたいからな。
おうよ、望みのままに前だけを見つめて。え、はっはっは、悲しいね。ほう、悪いがこいつが画業なんでね。三奪、白黒、まあ何やっても強いな。普通にでもこれ2位やから、まあ普通に取っちゃうのもありなけどな、これ。いやー、でも普通に邪剣とかで行きたいか。ちょっとこのターンはこれで取るか。道はしません。悪いがこいつがガギョーなんでね。でさらに強化をして、進化はもちろん使うのよ。戦場カメラマンにしっかりね、残していく。いや、演じ師のな、その直接召喚の効果が変わってないっていうのがやっぱ強いよな。さあ、6コスト。よっ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 。あー、いやー、これ弱体化してんのか、むしろ強くなってる感あるぞ、これ。なんかその、演じ師が8コスになったっていう影響がそんな感じないというか、まあ、強いて言えば4、その、8コス 4?4?44だろうが45だろうが、そんななんか、まあ、あんと相打ちなるぐらいのレベルやから、真実、これ真実ナーフしてもよかったぞ。で、進化はもちろん、はははははは、悲しいね、うわぁ、悲しいね。レイ様を引いていく。おうよ、望みのままに、前だけは見つめて、戦は続く。いやもうレイサム、あーでも次のターンレイサム強いけど、演じ師を考えるんやったら、もう張りまくっても全然強いような気がするけどな。まあこれで取って、終わりだな。いやでもレイサム次出すか。まあ安定的に行こう。もうちょっとレイサムは出さんでいこうか。はい、これで。ワンチャン、こいつら破壊されたらもう出てくる説もあるんじゃないかな、これ。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15! 世界の鍋やつ、123! レイサムでもありやったかも。まあでもレイサムあちこちで次のターン出すか。あっかー、恥ずかしいねー。うわああ、まあ、なるまだ、はいはいはい。で、悠長やな。だから、こっから次のターン、ほんと、レイ様が刺さりまくるから、まあ、いい感じになるよな。だから、14やから、次のターンにはなっちゃうっていうのが、ちょっと、出し方ない。小賢しいだ。いやいや、これ、いや、マナリアとか出てくるんやったら、レイ様残して正解やな。もうこれ、で、これ、多分、難易度が置いたら結構厳しかったな。うん、OK、OK、OK。まあ、レイ様残してて、これは正解のパターンやな。サクサクっとやりましょう。サクサクっとチョコレートを食べていきましょうか。ゆうちょいだ !OK、OK、OK。であれば、レイ様を行きますか。あ、でも、次のターンでも強いな、レイ様。まず、白黒。でも、いや、ここ、マグナスプラスの方が強いような気がするな。いや、イメラ 2連発でも強いけど。一旦盤面押さえとくのありやな。いや、レイ様ちょっとここ甘えやな。甘えな気がするな。炎将軍出したいから、ちょ待てよ。ちょ、ここはしっかり計算しようか。13が13が多分2枚破壊されていけるから、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11やろ。で、12、13、17、19がちょうどいって、次のターンレイ様で走らすか。で、タージも走れるし。この場面うん。で、イメラ2枚貼ることによって、さらにまあ、盤面も取れるわけですから。この方が強いだ、シャキー。はい、まあ、しっかり相手のね、嫌なことをしていく。これ嫌らしいで、この盤面。これ次のターン、しかも炎将軍がちゃんと出つつ、でもこれ全部破壊されたの話だけどな、でもこれ。まあでも、もし炎将軍が出せれば、まあ、相当うざいことになるよな、これ。ミラちゃんですよー。いやー、ちょえねー。うわーうわー。いや、でもこれ全部破壊はしてこないか。あー、なるほどね。あ、いざ出陣、衝動を行けってなるやろ。だからこれで2、4、6、なんやらしいなこれ。てか普通にセリアで勝ちやなこれ多分。いやー、違う、よく考えろ。やっぱ、普通に、焦る必要なんてないじゃあないか。いざ、出陣、衝動を行け。いやー、演じ師ナーフした意味あるか、これ。
ちゃんとロイヤルが使える人間やったら、まああんま大して弱体化受けてないやろうなこれ。まあちゃんとロイヤルが使える人やったら全然そんな気にするほどのことではないかな。